スポーツジャストワンをご覧いただき本当にありがとうございます。この動画の下に皆様の毎日をブラッシュアップしていただける素晴らしい朗報もありますので、どうぞ。宮川沙耶&山口弁護士不信感いっぱい第三者委員会結果。体操女子の宮川沙耶、19高須クリニックが、日本体操協会の塚原千恵子強化本部長、夫の光雄副会長からパワハラを受けたと告発した問題で、2018年12月10日に東京都内で開かれた日本協会の臨時理事会で、第三者委員会がパワハラを認定しなかったと報告されたことについて、代理人弁護士を通じて信じられないとコメントした。代理人弁護士の山口憲隆氏によると、同氏が調査報告書の内容を電話で宮川に伝えたところ、第一声で信じられないと発言したという。山口氏は宮川の様子についてとにかく落胆していたと説明。本人は2年を切った東京五輪に向けて競技に集中したいと考えている、今後会見などを行う予定はないと話した。今後の対応などは宮川本人や家族らと協議した上で検討する。一方で山口氏は試験とした上で、あまりにもパワハラ認定のハードルが高い、そこまで条件を書かれると何もパワハラにならない、もう少し緩和してもよかったのではないかと述べた。勘ぐれば結果ありきの調査ではないかと第三者委員会への不信感を表明した。みんなの声、ひどい茶番劇ですね。話にならないですね。第三者委員会の岩井重和弁護士は、塚原夫妻が指導する朝日生命と関連がある企業で顧問弁護士を務めていましたが、中立性を保つため2018年9月10日付で顧問弁護士を辞任しています。協会の山本則文専務理事は、もっと中立的な立場の方だと思っていましたが残念です。塚原夫妻の一時職務停止を解除し復職を発表しました。塚原夫妻の不適切な行為発言が多々あったにもかかわらず、パワハラが認定されなかったのはめちゃくちゃで笑っちゃいますね。岩井弁護士のいない第三者委員会であったとしたら同じ結果となったかですね。もう一度この問題は蒸し返して徹底的にやる必要があります。一方、早見優太コーチの行為についても徹底的に真相を解明し、暴力についての司法の判断が必要ですね。宮川さんには納得いかないでしょうが、早見コーチの処分は避けられないでしょうね。宮川さんが東京五輪の代表になれれば、五輪終了後なれなければ代表落ちが決定したら、すぐに処分という温情裁定が必要ですね。コーチの暴力の処罰が重すぎるからパワハラという会見でしたが、あの暴力はあまりにひどすぎる。登録抹消どころか解雇でもいいと思うほど。そこに早く気づいてほしいし、暴力指導はしっかり根絶してほしい。まずはそこが一番の大問題だと思う。引き抜き等の問題については早急に改善策を検討してほしいところでもあるが、まずは暴力的指導とは無縁な状況で東京五輪を目指してほしい。まあコーチの宮川選手の暴力映像が出て、あのようなことをする人だから強権発動されても仕方なかった。しかもあの映像が出ても、宮川選手がコーチをかばう発言をしていたことが、さらに関係の異常性を疑わせる形になったしね。塚原夫妻も真っ白とは言えないけど、2人の異質な関係性を考慮したらやむを得なかったという判断になったのかもね。宮川選手側のここが悪いから処分する、塚原夫妻側のここが悪いから処分する、上記を改善するためにこういう対策をする、その上で新たな仕組みを作り人事も刷新するという話なら、内容によっては納得できるかもしれませんが、現時点では辻褄合わせに終始し、うやむやにしようという意図を感じる。日本の体操業界の現状を改善しようという意思を
教会、現体制側から感じられないことが残念。本件はあまりに時間をかけすぎたな。まあ人の噂も75日というから持久戦に持ち込んだ塚原夫妻の作戦勝ちってことですね。でもね、これで教会のあり方が全面肯定されたと考えるなら大間違いではないでしょうか。今回宮川選手は負けたわけですが、選手の中には塚原帝国のあり方がパワハラでないのであれば、一体教会のガバナンスはどうなっているのか逆に不安になると思います。パワハラまがいのことが行われていてもパワハラ認定されず、ひたすら我慢するしかない体操界。こんなんだったら体操なんてやらない、やっててもやめよう。そうして衰退していくんですね。パワハラではないイコール全面肯定ではないと肝に銘じるべきです。メダルも取ったし、結構チヤホヤされた立場の池谷が濁しながらも嫌悪感をかなり表してる時点で、夫婦が傲慢で強引で敵が多いのは事実なんだろうけど、あのコーチのビンタシーンは衝撃的すぎた。DV 男にマインドコントロールされてると思われても仕方ない。真実は不明だが、客観的にはコーチも暴力を振るっていたのは事実のようで、それを本人がかばうという状況が通常の状態ではないと判断されたことは考えられる。もしその通りだったとしても別の解決方法がなかったかとは思わされる。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。